さあ、あれこんなに連チャンだったっけ。3連チャンでございます。はい、てなわけで今回も選択肢やっていきましょう。今回はいきなり喫茶店のね、あれかな、あの前回せっかくまあ連絡先をゲットしたっていうのもあるし、ゲットされたの方が正しいのかもしれないですけどまあ呼び出されたか呼ばれたかいいですかみたいな感じだったのかな。じゃあ早速喫茶店に向かいましょう。レンさん、今度の休み暇だったりしません？珍しく夜ではなく昼に呼ばれてそんなことを言われた。てかあれだよね、文字ロールにこんなに来てるのになんでアン先輩いないタイミングばっかりなんだろうね運命のいたずらか、単純にアン先輩がいないタイミングを見計らって来ているのか急ぎの用事はないけど。はい、そこめっちゃしぶしぶで、先に中身を話してほしいなって空気を露骨に出さない。せっかくの休みを私みたいな可愛い女の子と過ごしたいとかそういうのないんですか？俺はこういう時に暇って言ってとんでもないところに連れて行かれたことがある。ああ、経験則ですか。まあそういう何かやらかす感じの話じゃなくてですね、休みの日にまで親と顔を付き合わせてたくないんで遊びに行きたいんですけど、付き合ってくれません？俺じゃなくても友達と行けばいいんじゃないか。仲いい子がみんな受験勉強中なんですよ。だけどほら、私はもう進学決まってて。なるほど、浮いてるのか。違います、向こうの邪魔したくないだけです。気を使ってるって言ってくださいね。不機嫌そうに抗議してくる七瀬。ああそうだな、確かに友達の邪魔はしたくないよな。それに周りがそんな調子だからこうして俺に連絡取ってるのもあるんだろうし、一人でいるというのは引っ越し続きだった頃のことを思い出す。それを考えるとこうして誰かを自分から誘う七瀬は昔の俺よりもできたやつだなと思う。どうしたんですか、私のことそんなじっと見ちゃって。今日の私いい感じだったりします？割といつも通りだと思うけど。この人ほんとこういう張り合いがない。まあ薄々分かってましたけど。それじゃあ休み付き合ってくれるんでいいんです？いいけど、どこか行く予定あるのか。まだ見てない映画やってたななんて思ったけれど。あ、その辺はちゃんと予定立ててるんで任せてくれて大丈夫ですよ。女の子の笑顔はいいもののはずなのに、悪いことではないにしろ何か企んでるのが分かるようになったのはよしあしだなと思った。どこ行くんだろう。そして七瀬に付き合うことになった休日。俺はこうしてプールに連れてこられていた。レンさん、お待たせしました。更衣室から出たところにあるスペースで待っていると、着替えの終わった七瀬が機嫌よさそうにやってくる。あれあれん、俺は夏を1年先取りしたのかはあ。どうです、私割と水着とかも似合っちゃうんですけど。おお、似合ってる。やっぱ七瀬スタイルもいいな。うんとうなずくと笑顔のまますごく軽く蹴られた。褒めてくれたのは嬉しいんですけど、もうちょっと照れたりとかしないんですか。そこは期待に添えなくて悪いな。似合ってると思ってるのは本当。はあ、やっぱ周りが女子ばっかのとことかにいるとこういうのも慣れちゃう感じなんですかね。水着って慣れるのかな確かに周りに女子がいると慣れるというのはあると思う。でも私の着替えしてるとこでは結構照れたり慌ててたりしてましたよね。あれは状況が別だと思う。はあ、というかさっきもやっぱりスタイルいいって言ってましたけど、私その時くらいしか体見せてませんよね。確かにちょっと思い出したけども、
そう言って七瀬から目をそらすと、なぜか満足そうに歯を見せてニカーッと笑う。まあもう見たものは忘れられないですよね。じゃあ行きましょうか。俺の手を握るとそのままプールの方に引っ張っていく。わかった、行くから引っ張るなって。まあまあ、せっかくなんだからこのくらいしてもいいじゃないですか。俺が慌てて、なんで機嫌が良くなるのか、その辺はわからないけれど、不機嫌よりはいいかと思うことにした。というか、レンさんも思ったより体つきがいいですよね。ペタペタとプールサイドを歩きながら、七瀬が俺の体をマジマジ見てそんなことを言う。あ、いや、筋肉ついてるとかそういうのもないんですけど。あ、いや、足は割としっかりしてる。ここ何年か休みの日は絵描く道具とかカメラ持って歩き回ってたからな。そのせいだと思う。へえ、ふん。お、腕とかも思ったよりちゃんと筋肉ついてる。手のひらで遠慮なく俺の腕やら背中を触ってくる七瀬。くすぐったいし、なんだかんだで水着の七瀬がすぐそばに来るとちょっと落ち着かない。すると、その落ち着かないのに気づいたのか、七瀬が悪い顔で笑う。あれあれ、もしかして触られて照れちゃいました？ちょっと、さっきまで私の水着なんて平気ですよって顔してませんでした？触られたら別だろ、というか最初から言ってる通り似合ってると思ってるからどうでもいいわけじゃない。ま、興味ないとかどうでもいいわけじゃないならいいんですけど。まあ実際、まあそのね、見る分と触られる分だと絶対違うよね。緊張の度合いがいいとは思ってないように聞かれるんだけどな。あ、いや、これはレイさんじゃなくて、クラスの男子とか割とアホでバカなこと言ってるのに、レイさんも落ち着いてるし、1年でも年上だと違うんだなって思ったんですよ。つまり褒めてます。そこは年の差じゃなくて、俺が鈍いというか、あんまり表に出さないって言われるからな。まあ理由はどうでも、エロい目でジロジロ見られるよりは全然いいんで。気に入ったのか、俺の背中から肩あたりを手のひらでペチペチと触りながら言う。いや、ほら、私結構胸ある方じゃないですか。そうだな、ある方だと思う。アップになられるとちょっと、あーってなるね。今誰かと比べませんでした？普通にクラスの女子と比べても七瀬は大きい方だなと思っただけだから、有森の女子率いったろ。意識してそう言ったというか、七瀬の相手をしてる時に他の誰かの話をするのは多分嫌いなんじゃないかなというのを感じていた。それが分かっていて誰かの話をすることもない。誰だろうね。クラスの女子の胸のサイズと比べて分かるくらいは見てるんですね。それに関しては自慢じゃないけど、最近割と目算でなんか分かるようになってて、自分でも驚いてる。これは本当に変な特技が身についたなと思う。誤解がないように言うと、別に女子のスタイルだけじゃなくて、物の大きさの当たりをつけるのが得意って意味だからな。ま、美術学校行ってるからってことにしといてあげましょうか。で、まあ私の親友がガチの脱ぐとすごい系女子で、ここんとこ揃ってジロジロ見られてうんざりしてたのもあって。郁恵さんのことか。確実に。そういうのはどう言って大事だよな。それです。というわけで、今日はレンさんには店に来てるんで、ジロジロ見てもいいですからね。まさかの一枚絵があるとは思わなかったぜ。でもやっぱなんだろう、今時っていうとなんか俺もなんか年取ったかなってちょっとうってなるけど、やっぱ可愛いよね、七瀬も。言いながら腕を組んできて体が固まってしまう。見せるのといきなり腕組んでくるのは違うと思うんだ。あ、割とこういうのは照れやすいんですね。悪い笑い方するな。不安になるし、本当に慣れてないんだからな。そっちの方が照れてると
こっちは思ったより恥ずかしくないもんですね。まあまあ、これはこう先払い分と言いますか。あ、先払い？何の？嫌な予感がする。今日一個だけお願い聞いてほしいな。いや、どうしてもダメならしょうがないんですけど。内容によるけど、大抵のことならいいよ。何？いつもみたいに何気ない様子で言ってるけど、断られたくないと思ってるのが分かってしまう。ああ、こうスマホで撮るだけでいいんで、彼氏のふりしてくれると助かるなって。俺が七瀬の彼氏のふりした写真が必要なのか？ああ、はい。あ、いや、なんかこれからずっと続けろとかそういうのは本当なくて、モデルのバイトとかしてると軽く声かけられることとか結構あって、そういう時に彼氏いるからって言えるように撮っとこうかななんて。俺が相手でいいのかどうかわからないけど、そのくらいならいいよ。え、いいんですか？これで実は彼女さんいて後で怒られたりとかそういうのないです？彼女はいないし、むしろ七瀬とそんな写真撮ったら羨ましいっていうような友達ならいる。じゃあ蓮さんも必要だったら彼女いるからって使ってもいいですよ。針のむしろになると思うな。そもそも見栄を張る相手がいないけれどな。そっか。まあそれにそんな嘘ついたら蓮さんが彼女作れなくなっちゃうかもしれませんしね。俺がいいと言ったからなのか、ニコニコしながらスマホで写真を撮り出す七瀬。こういう時どうやったら恋人っぽく見えますかね。そういうのを俺が慣れてると思ってないのにわざわざ聞いてくるのはどうかと思う。あまりにわざとらしくて思わず文句を言ってしまう。いやいや、なんか女子の扱いに慣れてるし、さらっとこなしてくれてもいいんですよ。そうだな、できたらいいな。できないけどな。そして何がそんなに楽しいのか、七瀬はニコニコと笑ったままだ。できないんですか。それじゃしょうがないですね。じゃ、無理に笑わなくてもいいんで、ちゃんとカメラの方を見てくださいね。カメラを持ってない方の手を握って遠慮なく指と指の間に絡ませてニギニギする七瀬。そのままぴっとりと体を寄せられて、腕のあたりにさっきまで話してたように割と大きい七瀬の胸が押し付けられる。そんなことになって言われなくても笑えないというか固まってしまう。レンさん緊張してて笑える。楽しそうにしながら七瀬が遠慮なくシャッターを切っていく。こっちはもうナスがままでいるしかない。笑わなくてもいいとは言ったけど表情硬すぎじゃないです。なんというかさ、こういう、なんていうの、彼氏のふりした写真とかの時ってさ、せめてもうちょい、なんていうのかな、普通にちゃんと服着てデートっぽい感じの時とかの方とかさ、そういうイメージの方がまだね、なんかこうまだ平成を装ってられる気はするけど、水着なんだよな。分かっててやってるのに言わせようとするのはどうなんだ。まあまあ、こっちだってそれなりに勢いに任せてるとこもあるんですってば。ほんとほんと。そこは疑ってないけれども、その後もプールで遊びながら何度かこうして七瀬に恋人っぽい距離の写真を撮られながら過ごしたのだった。おはようございます。あれ、はい、じゃあ一旦ちょっと区切ろうかな。ちょっと次の、ところまで飛ばしながら、スキップ入ります。まあそうですね、結構何回あった選択肢、3回くらいありましたね。まあこの物語の裏でこんな感じでね、七瀬と話が進んでたんだなっていうのが分かりましたね。でもさ、思うんだけど、その文化祭の時にさ、なんて言うんですか、文化祭の時、違う、入学した時に
しばらく連絡取ってませんでしたけどっていうなんか感じがあったと思うんですけど、ってことはやっぱりさ、その、まあ、とっさのルートに行こうが、まあ、例えばひなあやのルートとかの選択肢を選ぼうが、七瀬とその駅前で夜会ったことがあって、まあ、何回かその文字ロールに行ったことはあったんだよね、多分 裏というか俺たちの知らないところで、まあ、今回のその今の七瀬の選択肢っぽい感じかは分かんないですけど、って考えると、まあ、その今回七瀬の選択肢ばっかりだけど、まあ、そのとっさんとの話も実は裏で何かしらあったけど俺たちが知らないだけっていう可能性はあるのかもしれないよね。だからこそそのルートインが選べるのかもしれないイメージあるよね。そのレン君のどのシーンを俺たちが見るかを選んでるって感じなのかもしれないよね。だから全ての選択肢が同時並行なのかもしれないし、実はまあそのちょっと何て言うんだろう、話のね、あの折り合いがちょっとつかないところはパラレルみたいなところもあるのかもしれないですけど、もしかしたらそういう感じなのかな。だからまあこれは全部レン君の日記を見ているような感覚になるのかな。はあ、いやー、まあ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 、またまださっきのスキップの感じで、もう文化祭の直前のあたりまで来てますので、まあまだ 1年生の状態でまだ七瀬もね文化祭来てないところ、まあもう少しで文化祭ですね、多分この選択肢かもう1個あったっけなくらいだったと思うよね。で文化祭の選択肢がまた2回くらい続いたと思うので、まあその辺次回はやっていきたいなと思います。まあまあまあ、多分1年生の間は確か文化祭のあたりで終わって、その後は2年生の選択肢だったと思いますので、まあ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 、一個一個楽しんでいきましょうや皆さん。まあ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 、ってなわけで今回はこの辺で一旦締めさせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただけると嬉しいです。七瀬かわいい、水着最高などなどあってもいいんじゃないでしょうか。などなど。まあてなわけで、今回もここまで、また次回もよろしくね。バイバイ。